さあやってまいりました日本を出国帰国の際に利用する国際線ですけれどもこのフライトの機内で手荷物泥棒 犯行の瞬間というね、えー、お話をしていきましょうえ今日はですね衝撃映像を皆さんとチェックしていきます他人のバッグを次々と、えー、これね取ってしまうという、えー、衝撃的な映像なんですね狙われやすい路線とは一体どこなんだというお話、えー、本日もねやっていきますけどもあの大きな反響がありました 直近アップしたばかりの動画なんですけれども日本帰国便フライト機内窃盗が急増というわけでですね成田空港所が昨年の2倍ということでね発表があったこのお話皆さんから現場で起きている出来事を一挙に集まっておりますので中にはですね飛行機の機内だけではなくて空港で捉えられた そんな衝撃映像も今日はね、チェックをしていきたいなと思います。えとりあえず、先日の動画で結論付けたこちらの内容ですね。今日もあの紐づいていますえ。フライト中に物を取られてしまう、そんな事件が急増中え。特に機内持ち込み荷物の中から貴重品であるですね、現金だとかクレジットカード、まあ、携帯パスポート絶対に取られたくないものばかりです。成田空港署の発表によると、昨年の2倍という報告件数になっていますからね。えー、今日も見て ていきましょう盗まれるものは現金くれか犯行の9割以上が座席上のあの棚に収納したカバン類、えー、財布からの抜き取りですよね、えー、国際線で多く発生するそんな傾向です比較的ね飛行時間長かったりだとか機内が暗くなって、えー、乗客が眠る時間がありますよね消灯時間中の犯行ということになりますから今日は犯行の決定的瞬間映像を見ながら手荷物は こうやって盗まれるんだということをですね、皆さんと見ていきます。 で、えっと、動画の後半の方はですね年末のご移動、まあ、特に慣れない路線に乗られる方は荷物の紛失リスクがありますこれを避けたいなという方セルフロストバゲージにお気をつけというお話も、えー、今日加えていきたいなと思いますのでご移動される方ですねぜひ一緒にシミュレーションをしてまいりましょうえさてそれでは1番目のお話からいきます犯行の決定的瞬間ですねこちらを捉えた映像に関してセルゲイさんよりお便りをいただきました どこかの動画でおっさんがしれーっと頭上バケットを開けて他人の荷物をまず自分の座席に持ち込んで荷物を、ねこのえー、探るということで、えー、荷物の持ち主がたまたま気が付いて保安官に、えーえー、これ届け出たという、まあ、この流れ第三者が動画に収めていました。えー、ノーマスさん恐ろしいその動画ちょっと見てみたいですよね。 えー、ジュピターさんからのお便りもいきましょう窃盗現場を撮影した動画を見たことがあります座席上の荷物置き場を開けて自分の荷物から中身を出しているようには見えますが次々に違うカバンに手を出していることから怪しいですよね、えー、撮影されまして乗務員に通知され最終的に拘束されたというですね、えー、こちらの動画なんですけれどもおそらくですねこのことじゃないかなケイさんという TikTok が上げている映像からねこれ伺うことができるんですけれども航空会社のスタッフと空港警察がクアラルンプール国際空港の機内でバッグ泥棒を逮捕したという事案なんですよねえクアラルンプール発シンガポール行きの一時間ちょっとのね、この時は短距離フライトだったようです二千二十四年今年の七月の二十八日にえこれ生じた出来事なのかな一応 tiktok の動画のタイトルを見るとねその なっていました場所はマレーシアのク,クアラルンプール国際空港でこれから飛び立とうとしている機内での出来事ですよねえ報道を見ますと中国籍の男が次々と他人の荷物を取っていくと、まあ、この様子が映っているんですねまずは黒いショルダーバッグを物色してまるで自分の荷物のように扱っていますね何食わぬ顔で元にあった場所に棚に戻すと 今度はですね、別のグレーのショルダーバッグも取り出します。周りを見渡す場面もありつつですね、その後も手を止めず、棚の中の手荷物から何かを次々とまた取り出すと。で、また元の場所に戻す。通報を受けた地上職員がやってきます。揉み合いになりつつも 落ち着きなさいよと声をかける様子がこの元々の映像にね映っていましたこの男性はまあ一応言い訳をしてみたい、えー、したみたいですね一体誰の荷物なんだというこの問いかけに対しては他人の荷物を間違って取ってしまったんだと説明を試みてまあ、これはダメですよねまあ、言葉がわからないだとかまあ、自分が捕まる意味がわからないといった仕草を見せつつも連行されていく男性この映像が決め手となって男は警察に引き渡されたということなんです ですけども、海外メディアでは裕福な海外旅行者がよく乗る路線を狙った犯行と報じられているんですよね。いやーこれ恐ろしいですよ。さてこのことについてね関連するコメントも行きましょう。ユーザー163ですね。窃盗目的で国際線に搭乗するってのは。 航空券代金を上回る額を盗まないとやる意味ないはずですよね。だから一便あたり相当の人に被害が出てるんではないかと。若林さん。大国際航空機内で被害に遭いました。ご自身もね、被害に遭ったと。座席下に置いていた荷物です。前の席から盗まれたと思います。財布ごと持ち去られてしまいました。到着した後も気がつかず逃げられました。 あと、保安検査で空港職員にも財布を取られて、えー、盗まれてしまったことがあるんだそうですね。皆さんお気をつけください。えこんなお便りが多いんですよ。えゆきんこまめっこさんからのお便りです。えロンドンから羽田便で被害に遭いそうになりました。ビジネス座席の前の方でしたので、私が荷物を入れる場所は、まあ、私の荷物しか、こう、 そこには入ってなかったようなんですね。夜中の2時頃でしょうか、私がリュックを入れているスト,ストレージが、この棚がですね、開く音がして、注目をしますとですね、ごそごそと怖くてじっとしていました。リュックそのものはですね、南京錠でロックをかけていたということで、何も取られずに良かったです。 まあこれ真相はいかに嫌ですよね。え飛行機にもカメラをつけてほしい。安心できずあまり眠れません。まあでもビジネス座席はエリアが区切られていますからね。まあむやみやたらにね、こういった盗難があるとあんまり聞かないですけども、実態のところはどうなんでしょうね。はい、気になるコメントでした。続きまして、機内で衝撃の体験をされてネックピロー泥棒に会ってしまった、ロカミサキさんからのお便り行きましょう。 貴重な情報ありがとうございます。いつも貴重品だけは抱えて寝ています。貴重品は盗まれたことがないんですが、寝て目覚めたら首に巻く枕がない。なんと通路を挟んだ隣の女性が私の枕を首につけているではないですか。爆睡をしています。CA に伝えてもらったんだけども、私のものだと主張をして、その隣の 乗客からですねな、なかなか返してはもらえませんでした。それ以来、え首、枕も紐をつけて寝ることにしたんだそうですね。いやー、これは他人のね、ネックビルを取ってっていうのは、斬新でしたよね。 えー、マイルポーチさんからのお便りもいきましょう国際線ならばカメラはリアルタイムで監視して着陸前に犯人を特定しないとあまり意味がない手荷物棚を鍵付きロッカーにしてしまうだとか座席に鍵付きボックスをつけるとかそういうサービスが、まあ、将来は出てくるのかもしれませんねなんだかねお風呂場に入る時のさ貴重品入れのね、えー、鍵がくっついてるやつあれがね飛行機にも備わるのか いやー、まあ、そんなことも想像してしまう出来事ですけども。で、マイルポーチさんからですね、もう一つお便りあります。CA さんの服装を警備員風にするだけで抑止力があると思うよ。確かにね。 これは、まあ、あの、見た目からですね、抑止力つけてくる。これ確かにありそうです。なんならばが自分が来ちゃうと。まあ、ちょっと、これどういうことなのかっていうのがね、あの、突っ込みどころがありますけれども、マイルポーチさんお便り、興味深いお便りですね、ありがとうございました。えさて、これを対策するためにですよ、前回の動画でも、この小さなですね、えー、斜め掛けのボディバッグ、 これに貴重品入れちゃえばいいよねというお話あったんですけども、この対策が帳消しになるケースも少なくないんだというお話入れていきましょう。CA さんから注意が入るケースですね。KT さんからのお便りです。ANA の東京から米国便を利用した時、トラベル用の薄いボディバッグの中にクレジットカードと現金、パスポート、携帯電話を入れて、体に斜めがけしていたのですが、非常口のある座席だったんですね。えー、貴重品が入って っていようが手荷物はすべて頭上の棚に入れるように CA さんに注意されました ANA 便かこれねえ貴重品が盗まれないのか心配で長時間フライトの間全くリラックスができなかった記憶がありますでも少なくとも離着陸の時は多分そういう指示があるんですけど一回離陸してしまった後はですね多分その頭上の棚開いて自分の荷物はあのね手、えー 手元に持っておいてまあこれ問題ないと思いますのでまあそう対策はしていくしかないのかな TH さんからのお便りもいきましょう離着陸の際は入れるように言われますがそれ以外はあまさにね足元だとか膝の上などでも大丈夫かと思います私も非常口座席やバルクヘッド席を選んで選択をしますが私の利用するエアラインは離着陸の際は棚にバックパックやカバンは入れるようにと言われました ポーチのような小さなものは自分の座席の端っこに隠すように、体でね、隠すように置いていると。ちょっとこれもグレーなコメントでありますが、まあ確かに、こういうことをね、こう考えちゃう僕もよくわかりますね。いいサシスさんからのお便りも行きましょう。私もジップエアを利用した際に、えー、前の前列席で手荷物は全て頭上の棚に入れるように指示されました。携帯電話などしか入らない小さなポシェットなどを座席前のネットに入れる 入る大きさでないと、あのネットの部分にね、入る大きさであれば必ずしも上に入れなくてもいいんだけども、まあ、そうじゃないと、まあ、だですね、座席の下に置くのは無理だと言われました。 窃盗被害報告が増加している以上、このルール改正してほしいなと、まあ確かにこういう意見が出るのも納得ですよね。え続きまして、KT さんからのお便りいきましょう。私も離着陸の時以外は貴重品が入った小さなバッグならば手元に置いておけると思っていたのですが、私が搭乗したフライトではやっぱダメだったんですね。CA さんにも貴重品なのでと説明をしたんだけども、やっぱりこれがダメだったんですね。あ元々の,あのコメントくださった、ANA 便でまあ、これもね時と場合によってですかね割と厳しめに指示されるということでしたえさてですねまあ、便利なスーツケースがそれがあだとなるというこんな状況もあります前イーラさんからいただいたお便りです機内持ち込みサイズのスーツケースも最近のやつだと 脇のファスナーを開ければ中身が取,れ取り出せる。これまた便利なものが増えていますよね。ああいうものも逆に目をつけられちゃうのでしょうか。対策としてスーツケースカバーを被せてしまえば上の収納棚にあげてもいちいちカバーを外さないと中身が取り出せないかと思います。 まあこれも利便性がまたね、このバランス損なわれるという、このバランス難しいところですよ。今度の一時帰国では、PC は機内の持ち込みのスーツケースに入れて、カバーをかぶせて対策したいなと思います。確かにお仕事で使う PC なんかで言うとね、機密情報入ってたりだとかで、これ大変ですよね。続きまして、415さんからですね、米国に住んでいた頃、日本から出張に来るクライアントさんのアテンドをすることがありました。 高価ななものは身につけいいでくださいとあらかじめこう頼んでもですねリモアのスーツケースいいですよねあれもあのおしゃれであれも機能性が高いのかな頑丈で僕ちょっと残念ながらリモアユーザーではないので。 想像で喋ってますけど。あとですね、ロレックスの時計。おしゃれな服装で到着されるので、たびたびね、ハラハラしてたんですよお。支払いの時にも財布から大金が見えないようにお願いをしていました。空港に限らず、海外を移動する時は貴重品をミニマムにまとめ、高価なものは身につけない。もうこれに越したことはないかと思います。いや、まさにおっしゃる通りですよね。 続きまして、ビームリスボースさんからのお便りも行きましょう。皆様と同様に貴重品はクロスボディに入れているのですが、いかにもここに私の貴重品のすべてが集約されていますと、まるで宣伝しているようで、気が気じゃないんです。夏だと上着で隠せないですし、あとは子供の分のパスポート、数種類の通貨など仕分けをすると結構かさばってしまいますからね、皆さん。 どうされてるんでしょうか確かに、まあ、これも考えもんだよな。貴重品がね、あからさまにここにも入って入れてますよってなんかね、札をかけてるような、そんな気になります。うん、これもね、命取りになる可能性もあるなということで、一つですね、まあ、関連しそうな直近起きた不穏な出来事を見ていきますが、これね、フィリピンのマニラ首都圏で非常にですね、この貴重品、まさにこの斜めがけのバッグをですね、奪い取る という事案がまあ、事件がですね。多発しているんですね。在フィリピン、日本国大使館が、えー、これ、11月の半ばにですね。アップデートして毎日のように日本人が被害に遭ったという報告がですね。マニラ、首都圏マカティから寄せられているというわけですよね。路上においてえー、法人に対する拳銃のようなものを使用した強盗事件が発生しました。この時はですね、えー、日本人5名がアントニオ。 アルナイズ通りをグリーンベルト方面へ、えー、歩行している、えー、歩いている最中にですね待ち伏せをしていた3人の犯人が近づいてきて、えー、被害者のショルダーバッグを強奪しようとしたんだと、えー、被害者はバッグを奪われぬように引っ張り返した、えー、ところ犯人は拳銃のようなものを取り出して銃のグリップ部分で被害者の手を殴打、えー、して続けて、えー、銃口を被害者に向けたとおかないですね被害者はバッグから手を離しました えー、犯人はそのままバッグを強奪路、えー、肩に止めていたバイクで逃走ですねこのカメラを見る限りだと逃走する犯人を何か追っかけているような仕草もありますこれは撃たれてもおかしくないという非常に危険な動きですよね、まあ、やっぱり貴重品が入っていたということなんでしょう ここから続けましてフィリピンのつながりフィリピンの闇ということで皆さんの荷物がこういう風に狙われているという話付け加えていきましょう ABC さんから頂い,いたお便りですフィリピンの空港ではセキュリティを超えて最後の搭乗口の待合室に長机が置いてありますそこに4人前後の職員による再度の荷物検査があるそんな場合がありますなんと持ち込みカバンに両手を突っ込んで手で触る検査をするのです ああこれはスリの集団の職員だと直感しましたこの国は何でもありそれらを管理している空港のボスがいますそんな国ですあとフィリピンでは長距離バスも2台の荷物をそのまま持ち去ってしまうことが多いんだそうです路上にたまに泊まって数名が乗り降りしますよねいちいち荷物を見ていられませんから乗車をする時点で目をつけられているその可能性も確かにあるよな あのフィリピンのローカルバスっていうのは、まあ、ちょっと長距離バスも乗るんですけど確かにね乗り降りの部分でよセキュリティーはあの僕も毎回。 心配でしたね、これね。ま、あとあのね、飛行機に乗る時もセキュリティチェックが実は2箇所あるんですよね。搭乗口の手前でもやる。あれね、フィリピンの空港に限定した対策になるんですかね。ま、一応セキュリティ、保安上の理由なんでしょうけども、ま、ああいったところでの盗難があるのか、ま、でもね、保安検査員だとか、税関の職員によるあのね、え、ま、良くないニュースっていうのを目にしますから、 いやまあ、気をつけようもないよなここは GKJ さんからのお便りもいきましょうスりを目的とした,した職員が勝手に荷物検査をしているということですかそれとも空港が主導して職員にすりをさせるためにそういう場面を設置しているのでしょうか、まあ、組織的犯行っていうのはねちょっと考えづらいというかその空港スタッフの中でも個々人でえそういうねけしからんというケースがあるんでしょうけど うん、何でもありというのは、南米でもそうですかね。よからぬ職員がこのまりぎれ込んでると。空港で腕時計がなくなることはもはや当たり前なんだと。まあそんなことをどなたか言われたのかな。職員にドル紙幣を渡せば大抵のものは見逃してくれると。 今、もう健全になったのか。まあ、これは南米のお話でしょうかあ。まあ、東南アジア圏だとかね、含めて、あの、まあ、南米もそうかな。非常にですね、あの、空港でのやりたい放題みたいなね、この報道あります。ABC さんからのお便りももう一回行きましょうか。もちろん空港が主導してやっています。まあ、この点は、憶測がね、含まれてるんでしょうけど、まあ、ただ実際こういう事件多いんだよな。え再度度もう一度並んでお客が手荷物を 開けけて職員のチェックを受けます金属探知機ではなく両手を突っ込むということなんですねあと空港の建物の入り口であえて財布など貴重品をパッドに広げさせて金属探知機をくぐらせますその前後に職員がパッドを押す引くの手間が出るとそこを狙ってやっているんではないかあの国は最悪ですと。 まあちょっとこれ言い過ぎなんじゃないかなっていう風なね。まあこのコメントにも見えるんですけど、ただ一方でですね、この検査中に現金を盗んだというまさにね、そういうニュースがあったりするんですよ。こちら TBS が日本でもね、割とこれ報じられました。検査中に現金を盗んだと疑われた空港職員が300ドルの,このドル紙幣を飲み込んだのかな。こういう映像が出てきてますから、ちょっとこれも皆さんとチェックしましょうか。女性のこれ、 税関職員なのか保安検査税関空港職員ですよね。 あの、もう口をもごもごしながら、なんとか飲み込もうとしてんだけども、なかなかこう難しいと。水を飲むと一緒に飲んで、えー、この後ですね、この映像が決定打になって、この女性職員、捕まったということなんですけれどもね。この事件が起きたのは、2023年、昨年です。9月の8日、保安検査場で乗客が手荷物を X 線の装置に通した直後、財布から、 合わせて300ドル分の紙幣がなくなっていることに気がつきました。関与を疑われたあ女性職員は、乗客らに背を向けた状態で紙幣を飲み込んだと見られますが、 カメラがその決定的瞬間を捉えていたんです。女性職員は停職処分、もちろんですよね。任意で捜査を受けているというところまでがとりあえず報じられた。これもショッキングな映像だったんですけれども、まあ、こんなことがですね、まあ、一部の空港と信じたいところですが、世界の中では起きているということになります。 続いて皆さんのコメント行きましょう。続々とね、こういった類のもの入っていますね。桜さんからのお便りです。機内ではありませんが、フィリピンからの帰国の際、私は一度盗難に会いました。マニラ2の焼きの国際空港でチェックインをして、出国審査に行く時のセキュリティチェックでの出来事です。ベルト、時計、カバン。 など全て,が全てをカゴに入れて私が X 線を通過する時胸ポケットにライターが入っておりブザーが鳴ったんですね少々時間がかかりました通過をした後ベルトを装着靴を履いてバッグを持ったところ時計がなくなっていたんですね X 線チェックの時はスムーズに通過できるように、まあ、注意をしているところなんですけれどもうん、まあ、時計が取られちゃったということですかね。 えー、そしてヨーロッパ便でも同じ問題が発生するんじゃないかともこさんからいただいたお便りですヨーロッパ内の国際線国内線は預け荷物なしの安いチケットがありますので大勢が手荷物で乗り込もうとします混雑の具合によっては搭乗開始前から係員が預け荷物にするよう強制するシーンをよく見かけるんだとだから機内持ち込みができなくなる状態があり得るというわけですよ、えー、特に週末は乗客が多いので えー、とってもこそういったケースが多いと、えー、そういった場合は早めに預けることが得策下手にごねたりして搭乗してから荷物が棚に入らない、えー、機内で機内預けに変更する場合大体がロストバゲージになってしまう。 私は緊急用のことも考慮して必ず南京錠を持ち歩いています。あと、どこも同じかどうか分かりませんが、イタリアではロストバゲージの際、クレーム書類とともに税関検査のためにスーツケースの鍵を預けさせられますが、よくあるのがスーツケースの中身、現金だとか貴金属が盗まれるんだとのこと。海外旅行保険では現金はもちろん自分の身から離れた貴金属の盗難は面積ですから、これはかけている海外旅行保険の細かなルール ルールとも合わせてね、改めてチェックが必要な事項ですよね。え続きまして、木更木 AM さんからのお便りもいきましょう。米国のどこかの空港の国内線の荷物受け取りのターンテーブルで、ある男が来ては2、3個のスーツケースを盗んで出ていくと、けしからん。えまたすぐ帰ってきて、また2、3個盗んで、これを繰り返しやっていたことを監視カメラが捉えて捕まっていたニュース、何ヶ月も前に見ました。もうどこも安全じゃない。 ね、米国なんかでもマイアミ空港だっかな。まあなんかいくつかの空港でね職員がやっぱ撮っちゃうというのは映像に残ってるんですよね。だから割とやっぱ手癖が悪い空港職員というのも、まあ、アジアヨーロッパだけではなくてやっぱりね世界中にいるということを念頭においてもうこれは渡航せざるを得ないですよね。えー、さて今日のお話現場映像も踏まえてね見つつありますけれどもさらに話を進めていきましょう。 年末のご移動をされる際慣れない路線でね。 見上げ物がたくさんあるんだと言いますと、どうしても預け荷物っていうのは発生します。ここでのね、えー、荷物紛失を避けたい方は一緒にシミュレーションしていきましょう。セルフロストバゲージにお気をつけというお話。えー、今日ここでご紹介をするのがパーシモンシードさんよりいただいたお便りでございます。バゲージスルーは思い込み禁物なんだというわけで、パーシモンシードさんですね、この時は金浦空港から韓国から 羽田を経由してシドニーに行かれるということで、またの、修行の最中だったのかな、韓国が出発点だったようですが、この時、金浦空港からの出国の際に、ANA で荷物を預けて、 一応最終目的地はシドニーだったんでしょうけれどもね、これで保安検査に向かうときのことです。荷物を預けたときに、えー、そこのモニターのところからお願いしますねと言われ、私は解釈をしたんです。えー、っと、ANA で日本語が話せる方、 とそういうやり取りをしたのかなあのモニターをね、えー、見て、あそこからお願いしますと。グランドスタッフが指を刺したところにモニターがありまして、慣れないえビジネスクラスでパーシモンシードさん、この時ね、あの渡航ができたんだそうです。えビジネスクラスで乗る場合はえ、そうかと。ビジネスにはビジネス専用の別の保安検査入り口があるんだと思ってですね、モニター横を曲がって通路を歩いて行ったんだけども、そこはまた違って、 若干の違和感を感じたそこは何かの事務所だったみたいで違いますよと言われたんですそして別のスタッフさんから更に案内を受けたのかなその角にモニターがあったでしょとそこで自分の荷物が通過することをモニター越しに確認をしてから保安検査に進むんだよと教えてもらったんですキートランガなとね <laughs> ビジネスクラス乗るケースってこういうことあるの,あの実際預けた荷物が。 何て言うの流れていく様子を正しいところっていうのかなこう、モニターで確認して進むと。え、こういうのあるんですね。男性にお礼を言ってモニターを見ておりましたら、もう通過しちゃってるのかなと思いつつも、無事にベルトコンベヤで流れていく私の荷物を確認ができました。確かに二人ほどモニターの前で確認待ちの人がいて、モニター横に荷物をチェックしてください。5分ぐらいかかることもありますよ。 のようなことが書いてあったんです。チェックインの後に荷物を確認する空港は初めてでした。 他の空港でもあるんですかねこれは金浦空港だけなのかよかったらこのあたり皆さんからのね、ご経験談もまた教えてくださると嬉しいなと思いますが、えー、ANA のグランドスタッフさん、もう少し丁寧に説明してほしかったなと、これは金浦空港で、まあこういう出来事があったということなんですね。えー、さて話は続きまして、えー、この金浦空港のチェックインにて、荷物のですね、大失敗があったようなんですよ。えー、無事に金庫から 出国をして羽田に到着をし羽田空港の乗り継ぎの際に夜を越す予定だったのかな空港内泊空港での宿泊を予定していたんだけどもまあそれでシドニーまでですねバゲージスルーをまあ想定していたんでしょうか羽田に到着をした時にこのまま空港の中で止まったら風邪をひきそうだなと喉の違和感があったので今日はお布団で寝たい急遽羽田の近くの宿を取って日本に入国することで にしたんですぐっすりお布団で寝て再び早朝の羽田へ自動チェックイン機でチェックインするもエラーになってしまったようでして友人カウンターへ行きそこで衝撃の事実を知らされるんだと私の荷物はシドニーには行かず夕べ、えー、ぐるぐると羽田の中の多分バゲージドロップで回っていたんですかね。 えー、近邦空港でのチェックインの時にシドニーの話はしているしまさか間違えて羽田で荷物がね降ろされてしまうとは思ってもよらず。その現場では あのスタッフさんからですねこの ANA から電話かかって来なかったんですかと聞かれたんだけどもまあどうやら着信自体はなかったみたいですねこれありそうなもんですけどね、えー、とりあえず荷物は空港で保管をしてくれているということで無事にシドニーまで行くことを確認しました教訓としてこの荷物の行き先を確認するってこれ大事なことですよね当たり前ではありますが今までそういうトラブルがなかったのであえて確認を怠ってしまったということなんでしょうか、えー、次回から荷物の、C シールをきちんと見てですね、えー、バゲージスルーなのかどうなのかこれを確認しなくてはならないなと実感しましたえ今度から必ず荷物の行き先も確認することを誓ったのでしたいやーこんなこと間違えないよと思ってしまいそうですけれども意外とねこう大量の荷物があったり、まあ、ご友人と家族と一緒に渡航してたりとかね気が別にそれちゃったりするとこれなかなかねミスしちゃうこれあります。 ぜひ、年末のとこをですね、特に混雑している中だとすると、荷物の行き先一緒にね、皆さんも確認ができればなと思います。そしてさらに、これ日本から米国内路線に乗り継ぐ時には、さらに注意が必要なんだというお話にも踏み込んでいきましょう。パーシモンシードさんのお便りがこう続きます。 アメリカ路線では乗り換えの時必ず荷物が出てくるそうですね。これも衝撃的だったんです。荷物は目的地まで触れることがなかったので、夏にサンフランシスコで乗り換えた時にやらかしてしまいました。乗り継ぎでなぜかターンテーブルがあって荷物が出てきて、本当はすぐに荷物預けコーナーでそのままね、 隣にあるはずなんですよね。ターンテーブで受け取ってからもうポイッと乗せるという手続きで行けるはずなんですよこの日本から米国が国際線で飛んで、一つ目の空港の中で国内線に乗り継ぐというケースにおいては、多分こういうオペレーションが必要だと。えー、それをやったことがない、荷物を預けたことがなかった私は荷物預けコーナーを通過してしまったんですね。 これどうなるんだろうそのまま荷物と共に搭乗することになりました。サンフランシスコ空港での乗り換えの時のね、お話なんですけれども、チェックインカウンターや乗り継ぎカウンターを探したのですが、見つからず、乗り換え時間もね、2時間ぐらいでラウンジによる時間もあまりなかったのです、えー。それも、ラウンジも通り過ぎて、いえー、行きですね、うん。搭乗ゲートにも急ぐわけですが、えー、当然、その搭乗ゲートでは荷物が多いよと止められてしまったんです。電車の自動改札 で引っかかるぐらいの恥ずかしさでした。 周りにいっぱい多分人がいらし、いたんでしょうね。え、けれど、私の説明と荷物に目的地のタグがちゃんとついていることをグランドスタッフさんが見てくれてですね、その時はたまたまインボラでビジネスクラスだったので、プライオリティのタグがついていったんですね。まあその中でえ、スタッフさんには対応してもらえたということでしょうか。え、するとさっきまで鬼の形相だったスタッフさんが急に優しくなったんです。私が荷物は預かります。ノープロブレムだと。 大丈夫手伝いましょうかと態度の急変に私の方が驚いてしまったんですねえ話が右に左に行きましたがアメリカでの乗り換えは必ず荷物が出てくることえ荷物はカウンターではなく荷物コーナーあの乗り継ぎの時にターンテーブルの先にそのまま国内線にねどうぞというコーナーがありますので、えー、そこに預けると良いですこれ初めての場合確かに分かりづらいんだよな知らないと気が付かず通過して私みたいになっちゃうのでシェアをさせていただきましたということで でね、パーシモンシードさんの修行の会もありまして、本日もナレッジをですね、えー、皆さんと共有し、シミュレーションを一緒にすることができたんではないかなと思います。長旅お疲れ様でした。えー、というわけで、えー、今日はこの2つの観点ですね、セルフロストバゲージにお気をつけというお便りも、まあ、ご紹介をしつつですね、犯行の決定的瞬間もけしからんというですね映像複数いくつかありました、えー。これらのことを踏まえまして、最後にまとめをしていきましょう。改めてですね、気をつける べきことです機内持ち込みだからといって安心してはダメだと機内だからこそ今は気をつけるべきご時世になっている、えー、ここの対策はですね、えー、現金パスポートスマホ クレジットカードだとかの貴重品は肌身離さずということです。一応おすすめがクロスボディのバッグにこの現金だとかね、カード類も入れて持ち歩きましょうとトイレに立つ時もですね、これ一緒に持っていくということなんですけれども、まあちょっとね、今日はまあこの辺りもですね、まあ、不安が残る話だったかと思います。まあそもそも高価な品や大金を持ち歩かない。お金を持っていそうな服装を避ける。これ大事だなというふうに思いました。 そしてですね、荷物棚だとか、あと座席下の えね、スペースに荷物をこう入れ込むという場合にも開口部には鍵が付いていたりするといいのかな、まあ、開きっぱなしのトートバッグだとかハンドバッグそのまま、ねえー、置いているだとか荷物棚に入れるというのはどうぞ取ってくださいと言ってるようなものなのでこの時ばかりは TSA ロックでも、まあ、ないよりはマシなのかなというところではないでしょうかあとはね荷棚に関しては通路を挟んだ反対側を使いたいとこですよね真上のの荷棚っていうのは目線が届き にくいですからまあでもこれ計画的に犯人がねこの盗もうとしたならばまさにねこの座ってる人の荷物がその荷物の持ち主がどこに座ってるのか死角になっているかどうかを多分ねこれ見て犯行に至ってるんじゃないかなとこれ推測しますけれどもね。 だからできるだけ目線が届くですね、まあ、対角線上になるのか、まあでもこれも悩ましいんだよな。皆さんからのコメントの中でですね、この座っている座席の真上に本来乗せるべきだというですね、そんなま考え方もあるでしょうから、まあきっちりしたルールがこのあたり、グレーになって、 でるのかもしれませんけれどもできるだけ自分の座席から目が届く範囲もしくはもう鍵をかけるか取られてもいいものしか載せないというですねまあ、結局そういった対策になろうかと思います本日改めてフライト機内の手荷物泥棒のねお話でしたけどもいかがでしたでしょうかもう犯行の決定的瞬間がこうもかというぐらいですねこのビデオに収まっていたこと自体もまあ驚きですけれどもねいやこれが映像化されていないものであったり まあ、あとは捕まっていない事案だとかも含めると、まあ、相当な被害があるんじゃないかなというふうにね。 これ推測しますけれども、まあどうなんでしょうか。まあということでえ、本日も引き続きですね、この防犯に関するお話、深掘りをしてみました。どうぞ皆さん、えここから年末年始え、この休暇のシーズンもり始まりますから、非常に混雑している中だと思います。そんな皆さんの無事を願いまして、荷物の無事も一緒に願いましてですね、本日のまとめとさせてもらいました。今日の動画が役立った、興味深かったなと、けしからんと。 いう方はチャンネル登録をして、また次回の動画でお会いしましょう。大好きでした。